皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスのプレイングサッカーで、サッカー日本代表対ブラジル代表ですね。これをやっていこうと思います。で、日本代表の対ブラジル代表フォーメーションですね。今回これを組んでみました。ブラジルの特徴なんで言っても高い攻撃力と左側にいるネイマールということで、ネイマールは山口蛍と吉田麻也がしっかり抑えると。で、全体的にですね、またあれですね、ボール狩りですね。はい。ボールにガンガン行く両肩タイプを前線に揃えて、岡崎、原口、酒井、長友と、この4人でハイプレスするというですね、悪夢のような、ブラジルにとって悪夢のようなフォーメーションですね。はい、これで守備的に行きたいと思います。はい。酒井宏樹ウイングとして使うのは初めてですが、ハイプレスには非常に、効果的なはずなので、どう機能するか見たいですね。はい。これなら確実に勝てるでしょうね。でも、やっぱり日本代表はこのゲーム使ってて、守備的に行った時ほどうまくいってるような気がするので、勝率の高い気がするのでね。はい、間違いないですね。はい、原口の動き出しで簡単に1点と。ブラジルネイマールが非常に攻撃の要ですが、ディフェンスに関しては特にですね、チアゴシューバ、ダビド・ルイスいますが、ダビド・ルイスの裏は穴になりやすいですね。はい。2010年7対1なんていう悲劇の結果がありましたが、ダビド・ルイスに、世界一のディフェンダーと言っても過言ではない選手ですが、その選手でも、上がってしまうと裏を取られて、穴になって敗戦の原因になるという、そういうことですね。はい。ここ山口を取ります。で、全体的に、はい、カゼミロがそうですね、ブラジル代表いますね。はい、原口のいいシュートですね。やっぱり原口ストライカーとして使うのもかなり初めてかな。でも、はい、ストライカーでも十分いけますね。はい。いや、ちょっと持ちすぎか。そうか、やっぱり適正、はい、すごいですね今。動き出しが非常にあるんで、簡単に原口見てればスルーパスすぐ出ますね。はい、原口やっぱり日本代表に欠かせない。危ない選手、うわ、ちょっと待ってよ、待ってよ。はい、中央、わ、危ない。はい、島崎ナイスプレー。いや、島崎はこれがありますね。インターセプト非常にうまいんで、今、裏取られて完全に1点だったんですけどね、島崎のファインプレーでなんとか防ぎました。はい。ちょっとそうか、やっぱり、チアゴシューバのところ、風見ろ、ああ、山口渡のミドルシュート、ロングシュートですね。珍しい。いや、これは強いな。はい、ハイプレスも非常に、酒井宏樹のハイプレス。あれ、ちょっと、遅い。はい。これは、いいでしょう。はい、風見ろのところですね、怖いな。強いんで。はい、でも、風見ろの裏ですね。やっぱりブラジルディフェンス面ですね。一番はカズミロが入って安定感は出てきたんですが、カズミロの裏を取られてしまうとどうしても危なくなりますね。はい。わあ、すごいな岡崎、やっぱり動き出しがすごいですね。はい、むしろこれがベストメンバーじゃないかっていうぐらい、はい、完璧ですね。いやー、やっぱり日本代表運動量があるメンバーがベストじゃないでしょうかねって思いますね、やってると。はい。決して、個人技では負けてしまう相手ですが、運動量で圧倒すれば、はい、これもいいディフェンスですね。試合展開もおのずと、日本に有利になっていきますね。はい。これも取れてるんで、はい、これも、いや、そうか。はい、取れて、として、いや、惜しいな。ちょっと後半若干点が入りづらくなってきましたが、はいはい、中央空いてますね。これ、いやー、猛然と襲いかかる。岡崎もフリーでした。今カウンターが、これはいいですね、やっぱり。はい、守ってカウンター、ハリル・ホジッチ監督がやろうとした戦術ですが、やっぱりそれが強いですね、強豪相手には。特にポゼッションは相手がうまければ必ず負けてしまいますからね。
ただハリルとかオシムがやろうとした堅守速攻の攻めが日本に合ってるかもしれませんね。やっぱりはい、これも軽く奪ってカウンターが効くんで、カウンター、ショートカウンターみたいな感じですね。ちょっと上目のポジションで奪って、はい、いや危ない。あ、でもこれは逆に、はい、チアゴシューバー出ちゃダメですよ、ブラジルは。はい、当てて、うわー、うまい。岡崎のすごいボールたちが炸裂した。というわけでですね、これはもう、はい、最後シュート打ちますか。えい、あ、失敗。4-0、6-0ですか。十分ですね。あれ、終わんないな。はい、ホンダのシュートで、はい、ナイスシュートですね、最後。はい、6-0でした。というわけでですね、今回ブラジル代表相手でしたが、フォーメーション、ポルガリチームで、今回酒井宏樹ウィング、これ多分初めてですね。で、原口を中に寄せると、もうこれは驚異的なプレスが、ハイプレスが炸裂するでしょうね。はい、で、井出口山口を、ボルガリジャパンには欠かせない2人と、で、本田圭佑もトップ下で守備的に動いてもらうという感じでですね、まあこのフォーメーション非常に、強かったです、やっぱり。はい、運動量が全体的にあって、やっぱり、強豪相手にしたら守備的に行く方が日本は絶対いいと思います。特に走れる選手、タレント豊富なんで非常に、はい。というわけで今回、サッカーブラジル代表対フォーメーションでしたが、非常にうまくいったということで、終わりたいと思います。